はは。い、いこんにちは登録情報セキュリリティススペシャリストの吉田と申しししまます。す。よろしくお願いいたしますえ今回はですね弊社がやっている当たり前対策サポートという診断なんですけれどもねこれをあの動画で取り上げてもいいと言ってくださった会社さんがいらっしゃいましたのでえこの動画でですね何回かのシリーズで実際にこの診断をあのやっていきたいと思います。 まあ皆さんのね会社と共通点もあるでしょうし違うところもあるかもしれませんがとにかくこういうようなあの診断をするというようなあの実際のドキュメンタリーっていうのは皆様の役に立つと思いますでは本編どうぞはいこんにちはえ今日はですね今日はね新しく竹本さん某中小企業のやっぱりシステム責任者です竹本さんの会社の当たり前対策をですね するにあたって動画であの一緒にやっていくってことを快諾してくださったんでえこの動画はですね何本かのシリーズになると思うんですけど実際の,あの竹本さんの会社でですねあの診断をしてどういったセキュリティポリシーを作っていくかっていうのを皆さんと一緒にえ考察していきたいと思います。じゃあ竹本さんよよろろししししくくおお願願いいいまますすた今回の,あの診断なんですけどご覧いただいたような5つのステップを想定しております。 一つは秘密保持誓約書締結ということであの今回のこの診断にあたって弊社がお客様からお聞きした情報っていうのをこのように守りますよといったことを弊社がお客様に誓約した内容となります。もともと私たちのような情報処理安全確保支援士登録セキスペアですね お客様からお預かりした情報っていうものを声に漏らしちゃいけないというふうに法律で決められているんですけどプラスしてこのサービスは会社全体として秘密を守りますということを制約いたしますそしてですねこのサービスっていうのは IPA が推奨している情報セキュリティサービス基準適合サービスリストということで あのまあ、いろんな世の中にたくさんの脆弱性診断のサービスがありますけど IPA の基準を満たしたということで弊社のです、ね、当たり前対策サポートもリストに掲載されております。はい、2番目はあのヒアリングですね でこのヒアリングっていうのは何を聞くかというとネットワーク機器と公開サーバーとパソコンの3つが重点になりますこれなぜかというとですねこのようにこれ FTA でね分析してみますと外部攻撃っていうのは直接攻撃と間接攻撃で直接攻撃っていうのはもうその機器がインターネットにさらされていて攻撃者が直接攻撃アタックをするといったものですこの直接攻撃は2つに分かれていてあのネットワーク機器と公開サーバーに分かれます ネットワーク機器っていうのは VPN ルーターとかインターネットルーターとかファイアウォールとか無線 LAN ルーターのようなそういったアプライアンスの機器です。公開サーバーっていうのはメールサーバーとかウェブサーバーとか業務サーバーとかこの直接攻撃の対策というのは当たり前対策ということでセキュリティパッチをきちんと当てるということと不要なポートは閉めておくと。 どうしても開けなきゃいけないものは接続元 IP を絞って開けるといったこととあと管理者権限についてはあの二要素認証を使う例えばそれがあの社内のネットワークからの接続だけに絞るでもいいですしとにかく ID とパスワードだけで攻撃者がそこのネットワーク機器や公開サーバーの管理者権限に入れないようにするっていったことが重要になってきますそしてもう一つは間接攻撃なんですがこれはあのパソコンですよね 攻撃者は従業員のパソコンに向かって直接攻撃することはできないんですけど、この従業員の方がですね、とかファイルをダウンロードしたりとか、メールの添付ファイルを開いて実行ってクリックすると、このクリックをしたときにマルウェアがこう起動してであの攻撃が始まるということで、これは間接攻撃ですね。で、この PC の当たり前対策についても、 Windows のセキュリティパッチを最新にするということとアンチウイルスソフトの定義ファイルを最新にするとそしてブラウザやオフィスなどの主要アプリを最新にするといったこの3つの当たり前対策で基地の攻撃を防げるということになっていますですから我々の当たり前対策サポートっていうのはこのようにネットワーク機器と公開サーバーとパソコンの当たり前対策及び管理者のニュース認証がされているかどうかっていうのをチェックするといったサービスになります。 そしてこのヒアリングなんですけど実際当初はですねチェックリストでお客様にこうチェックリストをねやっていただいたということあるんですけどなかなかチェックリストだと拾いきれない部分があるということで今はヒアリングをさせていただいてますというのはえっ、ー、とですね脆弱な部分っていうのはシステム管理者の方が ちょっと触れたくないいい部分多いんですねアンタッチャブルっていうか例えばそれは自分たちの管轄じゃないよその事業所のネットワークだったりとかあるいは前任者がやっていたもので自分が引き継ぎはうまいことやってないからあ,あそこの端末って実際誰が見たのかよくわかんないんだよねとかあるいはその社内でね 人間関係で非常にこううるるささいい部署とかうるさい役員とかか役員そういう人たちのところはなんかちょっとこれ対策してねってすごく言いづらいよって言ったとにかく、えー、心理的にですねアンタであのチェックリストだとなかなかそこの部分っていうねやってますってこうチェックって、ね、なっちゃうことが多いのでななんかもねですからヒアリングすることで担当者の方はね会話の中でちょっと苦手意識とかあのうんって口ごもったりとかするような。 会話というのは非常に参考に実はなっているんですね。はい、そして3番目はあの脆弱性診断を行います。この脆弱性診断は主に4つのツールを使っています。1つは Nmap といってですね、ポートがあの開けっぱなしになっているかどうかっていうのをチェックするポートスキャンですねで。2つ目はオープンバスといって、そのネットワーク機器や公開サーバーの 脆弱性が残ってないかといなかうものをまあ診断すするツールで,すで3番目が WASPZAP といってこれは主にウェブコンテンツですね外部からウェブへの攻撃っていうものをまあ正性が残っているかどうかをチェックしますで4つ目はネットスポットといってですねこれはもしあのお客様のところに現地に私たちが伺うことができた場合っていうのはこのネットスポットを使って無線 LAN のルーターでノラルーターがないかどうかとか あとはあの w i f i の通信の信号がですね脆弱なものが使われていないかというものをチェックいたします。はい、で4つ目は診断結果ですね。で診断結果はまあこのような形で実際お客様のネットワークでですね外部からの攻撃が起こり得る発生確率っていうのをあのゼロトラスト FTA で算出したものをこういうふうにグラフに表示いたします。そして あのヒアリングを通してできるだけ無理のない範囲であの追加の投資とか追加のコースができるだけない感じで当たり前対策を実施すると、まあ、対策後はですねこのぐらいの発生頻度に下がりますよっていったようなグラフと具体的なその対策方法について提示させていただいてます。<music> 重要なのは、えー、15ヒアリングです 5, 5つ目ですねこれは診断をさせていただいた1ヶ月後にですね15ヒアリングをしますこれは何のためにいるかっていうとあの診断をして終わりではないですよね実際あの我々が提案した中でお客様が対応できたよっていうものもあればまああの時はそういうふうにね提案を受けたけど実際社内で難しいよやれなかったよっていったこともあると思いますそれでやれないものについては何でやれなかったかっていうのを実は 知りたいですよねあの。要はできないことをですねあの対策でご提案してもあんまり意味がないのでじゃあどの部分を、えー、どのレベルまであの対策ができるかっていうのをぜひあのフィードバックあの聞かせていただきたいということで、えー、当たり前対策サポート診断は現在はあの無料です今回の YouTube で取り上げるということがまあ条件になってますでねなんで無料かっていうと今言ったように、えー、当たり前のね対策ができない理由っていうのをできるだけその まあ多く今情報お客様の方からいただきたいそして、えー、具体的にどういう対策であればその当たり前っていう部分を対策できるんだろうかっていうのをね試行錯誤しているところでありますうまくいけばこれはね次のビジネスになる といいううふうに弊社が思っているわけですねあのそんなに高い値段じゃなくてもお客様が十分払える金額でしかし今まで誰も手がつけにくかったアンタッチャブルな部分というもののセキュリティをきちんと守りましょうといったサービスになるように育てていきたいというふうに考えているので今はこの動画およびあの診断の無料サービスというものをやっています。はい、じゃあねもう早速2番のヒアリングなんですけどまず、はい 今回そのタイムさんンが診断を受けるにあたってまあなんかこういう期待すると今こ今タイムさんンが思われてて何かこう動画見たらさこういうことできそうな雰囲気もあったしさ。 なんかうん、こちらからじゃ話しますと情報セキュリティポリシーっていうものが一応その15年前ぐらいに制定をしたっていうのはあるんですが、うんはい、その当時から特に何も変えてないので社内の脅威ですとか脆弱性を、ね、洗い出しをして、まあ、その起こりうるリスクに対して検討していくと流れがまあ,理想ではありますうん、うん、あとはまあ一番ちょっと気にしてるのは、まあ、ネットワーク機器の中のルーターですね。 プロバイダーさんに委託してはいるんですけれども外部からの攻撃っていうところが一番心配になりますよくない状況であればアップデートする方がいいのかなとかうん、うん、もっとよりセキュリティの高いサービスっていうのはあると思うんでうん、うん、お金はね多分かなり高くなってしまうのかなっていうのは当然あるんですけれども一番そのあれですかね興味があるところっていうかじゃあですね早速こんなよろしいですかはいこんな大丈夫ですはいはい <laughs> あの早速ね伺いたいのはまず はいはい。竹本さんの会社というのは、拠点っていうのは、なんか分かれてますか、そのネットワーク抜くで、それとも本社だけですか。えっと、ここでね、私はあの竹本さんに、拠点はいくつありますかっていうふうに聞きました。拠点っていうのは、ええー、例えばですね、あの本社があります。で、あの。 海外拠点や国内拠点がありますとかあと工場がありますとかそれから取引先があるとかあるいは社員の方がリモートでアクセスするっていうようなそういった拠点です。でなんでこれ拠点が必要かっていうと一つにはこの拠点っていうのが自分たちのセキュリティポリシーの運用の範囲外かないかっていうことが結構重要になってきます。例えばば、ね、同同じじ会社ででで IT 部門がですセキュリティを管理しているのあれば問題ないんですけど 例えば海外拠点でその海外はもう別のセキュリティポリシーがやってるとかあるいは取引先がねもう全然違う会社なんでもうそのちゃんとセキュリティのポリシーを運用してるかどうか分かんない結構そのセキュリティ事故ってそういうところから起きていますですからまずセキュリティポリシーが1つなのか複数なのかっていうのを把握するために拠点というものを伺いますそれからねあの拠点っていうと必ず拠点と拠点を結ぶところにはネットワーク機器がありますですから先ほどの 当たり前対策の時にですね、まあネットワーク危機っていうのは非常に重要な診断対象となるので、その情報を得るためにも拠点というものを伺っております。まあ三四年前ぐらいはちょっとグループ会社ってあってであったんですけど、まあそこはなくなりました。そうするとまあうちの中だけのなるほどなるほどネットワークなんですけれども、まあ基幹システムみたいなのが一応あって。 そのサーバーっていうのは一応今はクラウドサーバーですからね、うん、まあその接続っていうのは VPN でつながっていると、うん、ういうことになるので本社オフィスとクラウドがあるという感じですね,ですねなるほどまあその程度しか実際にはないですで、えー、メールサーバーはいかがでしょう そしてあの公開サーバーについての情報をね得るときにも、まずお客さんに伺うのはメールサーバーバとウェブサーバーーバです。あのメールとウェブっていう公開サーバーは大体どの会社さんも基本お持ちなのでまずそこの2つの情報というものを伺います。それからあとあの業務サーバーでもねあの外部からあの社内にアクセスができるようなサーバーについてもその有無をあのまあ確認いたします。 メールサーバーは、ホスティングって言うんですかね、まあだから、ウェブサーバーと、メールサーバー。っていうのは、まあ、ホスティングみたいな感じになっていて。<laughs> メールとウェブがホスティングなんですね。<laughs> はい、ありがとうございます。そうすね、えー、ウェブサーバーは、ホームページは、ワードプレスかなんか,ですか、はい。うん、ちょっとね、ホームページに関しては、ちょっと、私があんまり、そのプロジェクトにかでなかったので。実際には、私の中では、よく分かってないのが正直なところです。 でメールサーバーとウェブサーバーはホスティングということですが別のサーバーなんですよ、ねうん。いや、多分、サーバーは一緒ですね。同じ中にウェブの領域とメールの領域があるっていう感じになってますね。うんうんうん、なるほど。で、そこと、本社は VPN につながってるんですかそれとも SMTP とかいや普通のもう、だからインターネットになりますよね。わ<あ>、はい、かりました。それは VPN ではないです。はい、わかりました。で、えーと、機関システムはクラウドにあると。 伺いましたがうちの場合はまあ仮想サーバーですよね。うん、うちのインターネットもそのプロバイダーを、はい、経由して抜けていっている、外にと。なので外部からはアクセスできないんですね。音声の中から、ね、あもちろんできないですね、はい。はいはい。あります。ますね、あと無線ランルーターはオフィスに何ですか。線ランルーターはお金ポリシーにしてますので、社内には一切置いていません。素晴らしいね。 素晴らしいというか、はい、セキュリティ的にはかんねそしてえっ、ー、とパソコンですけどパソコンはもうそのオフィスにあるだけってことですよね、はい、きっと基本的にはそうなんですねうん、うん、台数的には何台の桁なんですか、ね、まあ50前後ですねりしありがとうございます、はい、でえっ、ー、と持ち出し PC とか 持ち出し、PC っていうのは基本的にやってませんが、やっぱりリモートっていうのがちょっと必須になってきたんで、当然家にパソコンがない人もいるんですね、何人かね。パソコンを数台は貸し出しはしています。えとどういう経路で社内につなぐんですかね、はい、これはですね、うん、まあこれも某社の仕組みのうんうん、うん usb タイププでリモートトディスクトップいそ,う、ね、そういったクラウドサービスってことですよね、USB クラウドサービスうになりますね。すはい、診断にあたってですね、今伺った中で、ネットワーク機器と公開サーバーについてですね、はい、IP アドレスと機器名と管理者ログインの時のその条件ですね、ID とパスワード。 の他に例えば会社からの、ね、ネットワークじゃないと許可しないような設定になっているみたいなものを伺うことになりますと。はい、ID パスワードを教えることは違いです。違いで <laughs> す。ID パスワードです。<laughs> 必要なのは ID とパスワード以外の認証要素があるかどうかということです。あットワーク IP アドレスで制限しているとか伺いたい内容についてはリストアップできたのでこの後まとめてまたメールで質問事項をお送りします。そ,すそして、はい えと脆弱性の診断をするにあたってです基本的にはあの昼間は診断はしませんし診断そのものはそんなにヘビーなものではないですあのトラフィックがで急に増えたりもないですしあの攻撃のように疑似アタックをするものでもありませんどっちかというとポートスキャンプラスアルファのレベルですでなおかつえ皆さんの業務に差し障りがないえと夕方から朝方の夜にかけてをあの。 何日間か繰り返しますあのそれをやった場合にですね、はい、まあ例えばファイアウォールというかルタのところで何かログが残るんですか、ね、はい残ります残ります,ますでしかも診断の是非に使う IP アドレスもあのご連絡しますのでここからのアクセスは全部あの我々の診断ツールのものですっていうのがすぐ分かるようになっていますその IP アドレスから以外の,あの接続はありませんし <laughs> 期間についてもあ臓に前にあの いいただいただ期間しか接続しかません、まあ、な,なおかつですね各そのベンダーさんに対して連絡をしていただきたいんですね何日から何日何時から何時こういった種類の、はい、え診断をしますと、はい、いうことをあのテンプレートも一緒にお送りするのでこのままそれをお送りくださいで許可が出たら、はい、診断を開始しますというとな IP アドレスが、うん あるじゃこれですってあれば向ここでこれあれかテストできてるんだなと分かると思うんであとはえっ、ー、と、はい、もう一つ最後に伺いたいのはパソコンのですねセキュリティのそのパッチの当てっていうのはどんなオー、はい、のンセキュリティーの,のルールってどんな感じ これはですね非常に悩みどころなんですが、うん、私がですね、うん、負荷がかかってる、うん、ということで、えー、パソコンのセキュリティパッチの更新については、えー、次回に続きます実際これかなりあの根が深いということがあの分かりましたまた次回このヒアリングの続きになりますお楽しみにということで次はあの今週の脆弱性情報です 今週の脆弱性は3つあります。1つは、1つはエレコム製およびロジテック製のネットワーク機器ということで、これは主に無線 LAN ルーターですね。機種は非常に多いので、概要欄の URL からそれぞれご確認ください。これ、直接アクセスすることができてしまうと、乗っ取ることができるといった脆弱性で。 無線 LAN ルーターって買ったらそのままでパッチ当てなくてもずっと使えると思っている方って実は意外と多かったりするんですけどこのように無線 LAN ルーターも脆弱性が発表されますので定期的にファームウェアを管理画面からねあのできますからアップデートをするようにしてください2つ目はトレンドマイクロの脆弱性ですトレンドマイクロって 当然あのセキュリティ製品なんですけどやはり、えー、このように脆弱性っていうのをあのやっぱり見つかって攻撃されることがあります。であの製品はあのこちらにあるこの3種類なんですけどねこれもあの悪用されると権限昇格というようなあのことができてしまいます。でおそらく複数の脆弱性とか攻撃のテクスと組み合わせてそこのパソコンの中のですね機密情報を取ったりとかあの高度な侵入をあのしたりすることが まあできる可能性があるということです。こちらはあの Cvss は7.8ということであの重要ランクに入っています。この製品をお使いの皆様はなるべく早くアップデートしてください。で三つ目はあの Forty Gate ですね。でこれあの先日お話しした Forty Gate の脆弱性と同じ内容なんですが、バージョンが FortiOS の6系が追加になっています。対策はいつものように、え。ー OS の最新版にアップデートするということになっています。こちらもですね CVSS は9.8ということでかなり深刻です。ランサムウェアの攻撃の一番の入り口になるということがもう統計上わかっていますので 4TOS を使っている皆様はもう一度自分たちの製品のバージョンおよびきちんと最新に当たっているかどうかということを確認してください。よろしくお願いいたします。はい、ということで今週は以上となります。今週もありがとうございました。 えー、チャンネル登録もね順調に伸びてます。皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。それでは。